サリーはゼオライトなどを詰めた円筒形のタンクに汚染水を流して放射性物質を取り除く装置で、東芝などが開発しました。6月から動いているフランス製とアメリカ製の装置は水漏れなどのトラブルが絶えず、浄化システム全体の稼働率は 69% にとどまっています。今後はサリーと組み合わせることで、いずれかの装置が止まっても浄化を続けられるようになります。東京電力は処理能力が目標の1日1200トンを上回る可能性もあると期待を寄せています。